ほいほいどうも皆さんこんにちは。今日も元気に DDD をやっていくゆっくりマリサだぜ。また沼プレイを見せられるゆっくり霊夢です。ちっちっち、私が DDD をどれだけやってきたと思ってるんだ。今回でモバイル版と合わせると8本目の動画だからな。これだけやってれば隠密もチェイスも上手くなっているってもんですよ。ここは猫でしっかりキラーを探知して第一村人を避けていくぞ。これ、DDD の常識だか。ってる。いやまてこれワンパン持ちのヒルビリーじゃねえか。終わりましたねこれ。と見せかけてからのオブジェクト展開。ほら、上手くなってるでしょ。いや上手い人はこんなすぐに見つからないのでは。ということで早速ファーストチェイス開始となってしまったわけですが、これどうすればいいんでしょうね。しょっぱな積んでて草。しかしそんなに慌てることはありません皆さん。なぜなら今回私は板と窓枠の場所が見えるパークを持ってきていますからね。前回までのように板を求めてマップを駆けずり回らなくても良いのです。そういえばさっきから黄色いオーラがずっと見えているね。これマップとか全然覚えてないマリサさんには良さそう。まあこれ確かに強いっちゃ強いんだけど、そもそも板にたどり着いたところで読み合いに負けて死ぬんだよな。練習すれば良いのではと一枚板を消費したが、どうやらこれ下げチェンしそうだな。発電機も一個終わったし、ナイスだったのではないだろうか。序盤のあれ普通に危なかったけどね。ってことで一仕事終えたし、箱をゆっくり漁ります。あーにゃ、ウルレアの鍵が欲しい。味方見殺しにしてハッチこじ開けて逃げるな。あーなぎゃ熱すぎるだろ。はい、医療キット。まあアイテムなんてあるだけ持っていた方がいいですからね。とここで一名チェーンソーの餌食に。チェーンソーを食らうとか。え、チェーンソーって人に当たるもんなんですか。いやお前さっきクソほどビビり散らかしてただろ。まあまあ皆さんご安心を。私が神プレイをお見せしますから。てかさ、なんで発電機修理しないん。普通に場所わからないでしょ素人で。草あれから約30秒くらいずっと走り回ってた話する。全カットの方向で頼みます。まあこうやって今無事に私も修理に取り掛かっておりますから、ここから味方には4台分稼いでそのまま死滅してもらいたいところ。助ける選択肢はない感じね。それにしてももう5月ですよ。新生活どうせぼっちですよね。ガチでセンシティブな話題持ってくるのやめろや。大丈夫です。アジサイさんの統計によると第5や DDD の解読シーンはかなりスキップされているらしいので、ちょっとやそっと過激なことを言っても炎上しませんよ。そういう問題ではなくて普通にモラル的にアウトではと、ここで心音。これはどこから来るのだろうか。まあここ修理完了するまでは一箇所しか出入り口ないんですけどね。壊せる壁からキラーは出入りできます。いや普通にそこから来るんかい。あ、でもこれなんかワンチャンバレてない説ありません。バレてたわ。そりゃバレるでしょうよ。まあ慌てるにはまだ早いです。ここは焦らずチェイスしましょう。あやべ、逆向き。セーフ。焦らずチェイスとは？まあまあ皆さん今回はパークのおかげで板の場所が丸わかりです。ってことでここはチェーンソーでぶった切られそうなので倒します。でここにも板があるのでちょっと他の場所に移動します。唐突な気候。だってさすがにあそこ使ったら板が全然なくなるんだもん。後ろにはチェーンソーを構えたヒルビリーがじわじわと近づいております。いやー。誰か助けて。なんとかなったわ。なんで？じゃあそしたらとりあえず修理してた発電機から距離を取るぞ。なんか殴ってくれたし、これダメージブーストで話せそう。あ、ちょっとペアチェックは。停止中に行くのやめろや。はい、これね、完全に私上手くなってますわ。自分だけでなく他人のことも考えてしっかり板を使ってますからね。まあその結果死にかけたわけですけど。何言ってるんですか。私たちサバイバーは最後まで力を合わせるんです。窮地に立たされても協力し合い4人脱出を目指す存在なんです。味方に殺しにしてハッチこじ開けて脱出するマスとか言ってましたよねあなた。ってことでマップの対角線上にたどり着いてしまいましたが、なんか修理音でかいからもしかして巻き込んでしまった説あります。結局迷惑かけてて草。まあいいですよ、キラーさん発電機巡回するなら治療しちゃいますからね。猫と医療キットで爆速で戦線に復帰しちゃいますからね。というかこれなんかマリサさんのこと見失ってるっぽい気もするんだけど、うめき声で索敵してなさそうだし、ヘッドホン使ってないのかな。まあそれなら遠慮なくこのまま全開させてもらうだけだけどな。それであのまま修理されかけの発電機を終わらせてと。残り発電機は1台か。釣り数的にもかなりサバイバー有利って感じだね。おっと、ここでまた一人チェーンソーに惹かれたね。まあ焦らず修理と救助の役割分担できれば余裕だと思うけど。てかさっきから何してるんですか。私は今発電機を修理しようとして道に迷ってしまったので救助に向かおうとしているけれど、どこでダウンしたのかもわからない状況です。ゴミプレイすぎて草。これアプデで私が何もできてないことみんなにバレるんですよね。物は振り出し機かな。あ、やっと見つけたわ。ここ修理したい気もするけど別の場所進めてくれてたはずだし、なんかダウンしてる人放置されてるからまずは起こすかって思ったけど、なんか誰も修理してなくない。もしかしてキラーに修理妨害されちゃってるのかも。それなら私がこのダウンしてる人を起き上がらせればいいだけのお話ですよ。さあまだ寝るには早いですからね。さっさと立ち上がってキラーのヘイト吸い取っておいてください。悪魔かな。ただこれ猫パークを見るとマリサさんを追いかけることになったようですけど、なんで健康ゼロ釣りなのに私追われんの。まあそうなってしまったら仕方がない。私が通電まで時間を稼いであげることにするか。ちょ危ない。さあ始まりました、第1回春の運動会。ここでまさかの暴力。選手はスポーツマンシップにのっとって競技をしてください。板ぶつけてるし、おいこの精神。ってことでこれからどこでチェイスを進めればいいですかね。と言いつつ向かう先はさっきめちゃくちゃ板を使いまくった固有建築です。とりあえずはこの窓枠を。ピョイッとトリプルアクセル。運動会じゃないの。でここには私が先ほど残しておいた板がありますからね。謎の気候がまさかの命を繋いでて草。いや余裕なこの板。普通に残しておいたとしても大して時間稼げなかっただろ。まあまあ私のような熟練になるとこれでも時間を稼げます。そのゴミみたいな板倒しで。私は板倒しのプロではない。読み合いのプロだ。まあ板倒
倒しも読み合いなんですけど。助けて。なんかこのキラー釣らないでめちゃくちゃダウン放置してくる。てかこれもしかしてだけど修理が全然進んでいない説あります？なんか二人治療に来てくれたんですけど。多分ですけどマリサさんと同じで初心者隊なので発電機の場所がわからないんじゃないですかね。発電機の生成場所くらい覚えてからやってもらわないと困るんだが。お前撃て行き。てかこのヒルビリーダウンしたのを起こしに来たサバイバーをチェーンソーで一気に引き殺すとかいう残虐な戦法取ってません。そりゃ殺人鬼ですからね。そういえばだけどここの固有建築って発電機なかったっけ？なんか触ってた記憶があるんだが。お、修理やってる人いるみたいだけど、すぐそばでチェイスしてるしこれまた邪魔されそうな気もするんだよね。あ、でも他の場所しっかり修理始めてくれてるみたいだわ。じゃああっちの発電機にキラーが向かったらあっちの発電機にいるサバを鳥にして、ここにキラーが来たら隣のサバを鳥にして逃げればいいってことだな。そうみたいな作戦。ってことで私はひっそりと物陰に隠れることにします。お、追われとる追われとる。なんかバレてなさそうなのでこのまま修理を進めていきます。ミッションコンプリート。マジでなすりつけるのだけはめちゃくちゃうまいのくさ。じゃあそのままあの人には尊い犠牲となってもらうことにして、私はここでゆったりと発電機の修理を進めていくとしましょうかね。ってところでお知らせなんですけどどうやらキラーがまたやってきたようです。え待ってなんでこの人めちゃくちゃタゲチェンするん。てかこれはマジでヤバいって。この近くいた使いまくったからほぼさらちなんだが、通電しましたよ。いやなんか言っててくさ。これはもしかしたらチェーンソー初心者ヒルビリーかもしれませんね。なーんだ。それなら私がとことんチェイスをしてあげるとしましょうかね。まずチェイスの心得その1、他の人がいないところでチェイスを行うこと。さっきがっつり言いましたよね。それでタゲが外れたらバンバンザイ。現実って厳しいね。チェイスの心得その2、追い詰められないチェイスルートを判断してすぐ逃げる。その結果タイヤをぐるぐる回ってるわけですか。チェイスの心得その3、信仰している神に祈りを捧げ現世での罪を懺悔しましょう。なお神はいなかった模様。けて。助けて。なんかこの人いきなり釣らないでダウン放置するようになったね。チェーンソー持ってるしワンちゃん一網打尽を狙っている感じがするかもしれない。ってことで今他のサバが引きつけてくれている間に私は全開まで回復もらうぜ。ここでゲートも解放。だがダウンを取られてしまったな。距離にもよるけどこれダウン放置続けるならワンちゃん這いずりで脱出できそうだね。とにかくここでダウン取られるのはまずいから慎重に行動した方がいいかも。こういう時につけててよかった猫ちゃんと悪。とりあえずあっちでダウンしてたからカメラをそっちに向けてこの車体で隠密するぜ。オーケー、無事切り抜けられたしこのまま脱出できそうだな。って思ったけど普通に通電した時追われてたからゲートの場所わからないです。ということで絶賛迷子なんですけど。最高に初心者してますね。とりあえず外周を回ってみたら？てかなんかあそこでめちゃくちゃチェイスしてるのくさ。なんか楽しそうだしマリサも混ぜてもらえば？チェーンソーで切りつけられかけるの楽しそうって思ってるん。え、これどうすればいいん？今飛び出したらなんかタゲこっちに向いてそのまま殺されそうなんだが、そもそもゲートがどこなのかもわからないんですけど。あ、どうもこんにちは。あ、ゲートあるじゃん。お、マジじゃん。ってやばい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 。いやさすがにここで終われるのは死ぬって死ぬって。誰かー。誰か助けてくれ。すぐ背後では無慈悲にもチェーンソーの音が迫ってきております。かわせー。あ、ぶーなー。ってことで今回はもう終わりかな。一試合だけだったけどなんか色々あって長くなっちゃった。ここ最近動画投稿できてない気もするが新生活に慣れるために編集控えていたそうだぜ。あとスランプらしい。まあこれからは作らせるんでまたよろしくお願いします。それじゃ、またなー。